刑務所の中でも喧嘩だとか悪いことをすると懲罰、取り調べ、調査になって懲罰房、懲罰になるんですが、まあその懲罰房っていうのは一般の社房と同じ作りは一緒なんですけど、その中でまああの品物が制限されたりするんですが、その中で意外とこれ知られてない、その懲罰になってもまだ暴れるような人たちが入る部屋が、まあこの言い方がいろいろあるんですけど、保護房という部屋があるんです。その懲罰房の中、たまにその懲役太郎が長く刑務所の中で生活して、そこって通ることがないんですけど、たまたまその他の通る道が通れなかったり、エーゼンで修理をしてる、電球を変えてるっていうところだと、そこの道をたまたま通らなきゃ、荷物運んだり通らなきゃいけないと見るんですけど、昔の保護房って言ったら本当にもうあのコンクリートで別棟にあって、そこに入れて革手錠をかけて、革パッキンって言うんですけど、本当にトイレの穴だけが開いて、もう食べるのももう本当に革手錠をされたまま、犬食いの犬のように口だけで食べる、っていうようなことがあったんです。さすがに最近それはまずいっていうことで、保護房に入ってる人たちがいるんです。もう通常は鉄の格子が入ってて、手は出そうと思うとできるんですけど、金網状のもの、メッシュ状のもので手も出せない、中も、もう全部ウレタン製で囲ってあって暴れれない、机も入れてなければ箸も入れない、食器も紙っていうような状態で生活してる人たちがいるんですよ。もう開けた瞬間に飛びかかってくるとか、開けた瞬間に暴れてくるとか、もうそういう人たちが本当に一定の割合でいるんですよ。もうどんな話も聞かないし、このちゃんと生活しようというような状態でもないです。まあ、担当さんと衛生府とで食事とかするんですけど、隙を見たら暴れるっていう人たちがやっぱりいる。その、もう懲役太郎でもびっくりしますね、もうそこに関しては。ただ、その本当に刑務官の、身体的なこともありますから、その目の前に本当に非常ボタンっていうのが あって、一人で抑えきれなかったら、もう懲役の衛生府が押して、警備隊が飛んできて、制圧して、また閉じ込めると。その繰り返しっていうことがあると。一時ですと、確かに刑務官の暴行ということで、懲役がなくなった、怪我したっていうこともあったんですが、まあ最近、そういうことをするにしても、世間の目というか、マスコミの目も関心もあれなので、そういうことはないんですが、逆にこの、まあさっき言いよどんだのは、外国受刑者の方が多くなってきて、もう言葉の壁だとか文化の壁で、もうそれ自体が許せないっていう人たちの怒りが爆発してるっていうことで、この刑務官の疲弊疲労もあるでしょうし、そういうことがわからず入ってるっていう人たちの気持ちもわからなくはない。